18式魚雷の構造18式魚雷は、防衛装備庁が開発し海上自衛隊が装備を予定している魚雷。開発名称 GRX6 は GRX5 に続くものである。潜水艦装備用の超魚雷として、平成24年度より、防衛省技術研究本部において開発が開始された。89式超魚雷の後継であり、 おとり装置をはじめとする、魚雷防御手段などへの対応能力向上や、深海域のみならず、音響環境が複雑となりやすい宴会、浅海域においても、目標を探知、攻撃できることを目的としている。優先誘導が可能であり、攻撃対象には、水上艦艇、よび潜水艦の両方が含まれる。目標の形状を識別し、 おとりとの区別も行える音響画像センサー及び同様におとり式別に有効かつ最適タイミングでの起爆が可能なアクティブ時期近接起爆装置が搭載される。本魚雷の開発にあたり89式魚雷の部品を活用するとあり、動力機関も踏襲している。使用燃料は試験時にオットー燃料2を採用している。本体開発経費は 約94億円。平成31年度に取得予算が計上され、2022年2月までに、納入予定である。AB 防衛装備庁電子音響調達官誘導物器失礼は元年度調達予定品目、AB 対自衛隊有事作戦と新兵器ボリューム5、増大する、周辺潜水艦脅威度開示の、次世代潜水艦が採用する。 全新技術軍事情報研究会軍事研究2011年4月号発行ジャパンミリタリーレビュー P123 から146平成14年度政作評価書誘導制御装置の研究朝雲新聞2004年12月超魚雷用アクティブ時期近接起爆装置技術研究本部超魚雷用アクティブ時期起爆装置潜水艦用新魚雷 GRX6 ジャッジと、ありがとうございます。